本人不在でも人気すぎて整理牽制に。金振プリ超え何は男子スノースノーマン広告にファンが殺到殺到。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月19日に初のベストアルバムミスター・ゴをリリースしたキング・リンチェプリンス。 東京渋谷駅周辺では宣伝用の広告キャンペーンを展開していたが、同21日にレコード会社、ユーム優縮ジャパン、ユニバーサルミュージックジャパンの公式ツイッターは、広告の一部が今夜撤去されることになりました、と異例のコメントを発表した。5人の姿を写真に収めるべく、熱心なファンらが殺到してしまったようだ。 21日、前述のアカウントは渋谷駅周辺の広告に関して、近辺での通行に支障が出ているとの苦情や通報が周辺施設、渋谷駅、警察に多数寄せられ、媒体者様の判断により広告の一部が今夜撤去されることになりました。掲載を楽しみにされていた皆様に深くお詫び申し上げます。原文ママ、いかどうと報告。また、 広告会社、株式会社クオラスのサイトの URL も貼り付けており、その中でも一部広告について、写真を撮られる方々により通行に支障が出ているとの苦情や通報が渋谷の周辺施設、渋谷駅、警察に多数寄せられるという事象が発生しております。と説明。事故やトラブルの危険性が高まった。 ため広告を撤去せざるを得ない状況になったという。当初は4月30日までの掲出を予定していたといい、楽しみにしていたファンの皆様には大変申し訳ございませんが、安全面を考慮し、このような結論となりました。と綴り、理解を求めていた。なお、5月9日時点で、このページは閲覧できなくなっている。キング。 リンチェプリンス5月22日をもってメンバーのキシ太・神タ、ジング平ジユ洋タ、が脱退し翌日からは橋山、長瀬角による二人組になりますマックス。ミスター、ゴーは5人体制で最後のベストアルバムとなっただけに、広告を実際に見に行って目に焼き付け、記念に撮影したいと考えていたファンも多かったのでしょう。スポーツ上記者。 一方、ジャニーズ事務所のタレントの広告をめぐるパニックは今回だけではない。なにわ男子は CD デビュー前の20年の時点で東京原宿駅や大阪駅に掲示されたチューイングソフトキャンディー、ハイチューの広告に大勢の人が集結。特に原宿駅はもともと利用者の多い通路にポスターを貼っていただけに警備員を配置するという対策を講じた。 商品の販売元である森永製菓の公式ツイッターは、同年3月10日に、現在、JR 原宿駅に廃中のポスターを掲出中ですが、大変混雑しており、このままですとポスターを撤去せざるを得なくなってしまいます。どうぞ皆さん、通行の妨げにならないようマナーを守って、警備員さんの指示に従ってくださいね、と注意喚起したほどだ。 当時現場の警備員は広告を撮影するファンが歩行者の邪魔にならないよう醒器を使用しながら警告していたそうです。この時、なにわ男子は関西ジャニーズ JR として活動していましたが、デビュー前にしてすでに大人気でしたからね。どう今年3月、スノーマンガエースシングル、タペストリーを 出した際はタワーレコード、渋谷店がリリース記念の特大パネル展開を実施。期間は14日から20日までで、前日の13日には同店の公式サイトにて、パネルのご勘弾は混雑緩和のため電子整理検制とさせていただきます。電子整理券をお持ちでないお客様はご勘覧いただけませんのでご注意ください、とアナウンスした。 電子整理券の申し込みには無料の LINE 登録が必要で、整理番号1ケラ 6GI ルーボング11時5分以降、整理番号1501ケラ21時以降などと時間や人数に制限を設け案内していたとか、そのタペストリーは初週90.3万枚オリコン調べを売り上げるなど爆発的なヒットを飛ばしているスノーガン。 本人不在のパネル展でも整理券を配るという人気すぎるがゆえの異常事態となった。ジャニーズアイドルの広告やパネルが展示される機会においてファンはマナーを守り、節度ある行動を心がけるべきだろう。フライデーデジタル。